負けて罰ゲームを受けることに、どんな罰ゲームだった？全裸にコートで、グロい、アダルトグッズを買わされる罰ゲーム。回答する、はい。友達からこう来たらなんて返す？あ、気になるあの人なのこれ。どこに何時でしょうか？服は何を着ていけばいいでしょうか？カジュアルでも大丈夫でしょうか？みたいな。あと予算の引き換えだけからね。あと他に誰が来るんでしょうか？みたいな。あの世からお迎えが来るときに言う言葉です。どこに何時でしょうか？服は何着ていけばフォーマルでしょうか？カジュアルでしょうか？スニーカーがいいでしょうか？ヒールでもいいんでしょうか？予算はいくらぐらいでしょうか？みたいな。はぁ、死ぬ間際にめんどくせぇめんどくせぇな、死ぬ間際にな。自分の葬式の予算でも聞いとんねやろかな。バナナを書いてみては。バナナはこれ閲覧注意の予感がする。大きいやつとかにいっぱい書いたりしていかんねよこれ。チョコバナナにしよっかな。チョコバナナ最近はなんか、なんか大きいまま売られないことの方が多いよね。はい。ほらねー、俺言った通りバナナが来るとね、大抵閲覧注意なのよ。で、大きいやつとか、あの、太いやつとか、たくさん書いたりするとアウトなのよ。ほらねー、見たか、お前たち。ほら見ー。皮抜きバナ、輪切りバナナは変態部にやる。これ何切り？輪切りではないよな、これ。いや、輪切りじゃないだ。だってこれ、ぶつ切りバナナ、輪切りじゃないもん。輪切りじゃないじゃん、違う。輪切りじゃないじゃん、ぶつ切りだもん、これ。輪切りじゃないもん、これ、輪切りじゃないもん、輪切りじゃない。輪切りじゃないから、これは無効試合だもん。ぶつ切りだもん、これは。輪切りじゃないもん。5億円の宝くじに当選したかも。あなたの最初の反応は？ん？いや、そんなうまい話はない。もう一度指差し確認。マジなら保険会社か銀行に連絡だな、みたいな。みずほ、あなたが恋人に振られた時の反応です。ん？いや、そんなうまい話はない。うまい話はない。もう一度指差し確認。本当に振られたのか？どうなのか？マジなら保険会社に連絡だ。これ、生命保険かけてぶっ殺すつもりでしょうかね。いやー、目の前に渡りたい川がどんな橋がかかっている。こんな感じ。ようこそ、稲葉組ご一行様。お待ちしておりました。キラ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 、パパラ、チェ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 。あなたのコミュニケーション能力がわかります。おお、これはめっちゃコミュ力あるみたいな感じじゃない？キラキラしてるし。え？クイズに負けて罰ゲームを受けることに、どんな罰ゲームだった？これはね、裸に、全裸にコートで、秋葉の、エロタワーで、グロい、アダルトグッズを買わされる罰ゲーム。あの、秋葉原にね、エロタワーって呼ばれるアダルトグッズが大量に売ってるね、ビルがあるらしいんですよね。ね、そこに、もうすんごいグロいやつ、なんかもしかもなんかもう絶対なんか手に持ちたくないような、ぐるぐるしいなんか、アダルトグッズを買いに行かされるって。やっぱこんくらいじゃないとやっぱ嫌じゃないじゃん。ねえ、ちょっと罰ゲームかけてなんかやりたくない。なんでそんなこと言うの？回答する、はい。VTuber で今後コラボしてみたい VTuber はいますか？
いないかもしれないな。あちらがしてくださるんだったら、まあ、こちらとしてはぜひありがとうございますですけど、どの方としたいって言われるとないかもしれない。この人とやりたいみたいなの、あ一人やった懲役太郎さんっていう、服役している VTuber さんがいらっしゃるんですけど、メルも、刑務所留置所にはものすごく、精通していまして、刑務所トークをなんか一度してみたいなと思いましたね。どっちの方が服役について詳しいか、勝負をしてみたいとちょっと思っております。私ちょっと負ける気しないんだよね、あんまり。なんで詳しいのか。なんでですかねなんで。おすすめのコーヒー牛乳の作り方を教えてなんだそれおすすめのコーヒー牛乳の作り方ですか。まず、コーヒーをグラスに入れます。そこに牛乳を足して、コーヒー牛乳にして飲みます。で、ちょっと減ってくるじゃん、だんだん。そしたら、そこにまたミルクを足すのよ。あ、もう一個言うと、それ最初から味がついてるさ、カフェオレとかあるじゃん。でそのまま飲むともったいないじゃん、味が濃いからさ。だからそれにお皿にミルクで割って飲んだりする。もったいねえと思って。あ、ゴゴティーとかもミルクで割ってて、おばさんにびっくりされた。え、なんでそれゴゴティーをミルクで割ってんのみたいな。え、もったいないから、みたいな。あ、ですね。跳ねる豪遊枠というわけで、先日、初スパチのね、分の給料が入ってきまして、ねるちゃん今まで月給200円で生きていましたので、こんなね、まともなお給料をもらうことは初めてです。次回からはね、ちゃんと全部貯金していこうかと思うんですけど、今回はね、ねるちゃんもこんなにね、頑張ったんだよっていうね、ご褒美という意味も込めて、贅沢をしてきました。みんな、満館全席って知っとる？中華料理ですよ、皆さん。中華料理。そのお店、ジャストサイズというものがありまして、普通の大きいやつじゃなくて、ミニサイズのあるお店だったの。ちなみになんてお店？そりゃ、高級中華のお店よ。天津飯頼んだの、ほら、見て！天津飯。続いて頼んだの。じゃん！やばい！やばい！見えてないから、逃げり見えてなかったから今の。次。これは、カキフライよ。完全に日本食、中華じゃないのこれ。え、確かに中華じゃないような気がする、カキフライは。じゃ、なんで置いてあったんだよ。なんで置いてあったんだよ、じゃ。もちろんね、ねるちゃんは当初の目的、すべて並べて、満館全席だわーをやりたかったわけですよ。じゃーん！ちゃんと全部並べて、満館全席をやりましたー！見てください、これがねるちゃん流、満館全席ですわ。あ、天津飯早く来たから食べた？バレた？バレました。そうなの。天津飯だけ異様に早く来たから待ちきれなくてと待ちきれなくてちょっと天津飯だけちょっと食べちゃう。美味しかった。本当にみんなのおかげでいっぱい食べれました。ありがとうございました。